総理辞任から2ヶ月足らず、早くも安倍前総理大臣が自民党の経済政策に関する議員連盟の会長に就任し、活動を活発化させています。こういう形で私も喋るのも8年ぶりでございます。ちょっと緊張しておりますが、だんだんこのコロナ禍にあってどう対応していこうか、とっても大切な時期なんだろうと思います。ですからまさに、政府日本銀行連合軍で対応していく私は必要があると、こう思っておりますので。安倍氏は会長就任の挨拶で自身のアベノミクスの成果を強調し、コロナによる経済危機を乗り越えていきたいと述べ、経済政策に関わっていく考えを示しました。コロナ禍で問われる菅政権の経済政策に影響を及ぼす可能性があります。安倍氏は自身に近い保守系の議員連盟にも相次いで出席するなど活動を活発化させていて、党内からは3回目の総理を期待する声も出ています。